生の素晴らしさを歌い上げたモーニング娘。アイリッシュ、その PV 撮影の現場に密着。そしてこの PV に隠されたいろんな秘密を大公開。撮影の合間に見せる彼女たちの素顔に迫ります。都内のスタジオで PV 撮影に入ったモーニング娘。街のセットが組まれた中、全員で振り付けのパターンを収録していました。しかし実は今回、今までとちょっと違うことがあるんです。どうしてこれなのって感じなんですけど、でもまあこれはこれで美味しいかなって感じがするし。どうしてこれ美味しい？あの矢口の役どころはかなり危ない役なんですけど。役どころ危ない？なんか一つの団体で演技があったりとか。団体で演技？警官です。またね、合わないですよね、警官は。え、警官？私はマダムマダムをやらせてもらうんですけど、プードルも連れて歩くんですよ。プードルを連れたマダム？そう、実はメンバーそれぞれに役どころが決まっていて演技をするのです。まず姉さんは花屋のお嬢さん、安田はクリーニング屋のおばさん、阿部は新聞配達の少年、矢口は町の女、後藤は警官、石川は大金持ちのマダム、吉田は空手家、羊はホットドッグ屋さん。中でも話題をさらったのはこの2人、ギャングの妻役の香織、その夫ギャングのカゴ。メンバーそれぞれがいろんな役に扮してですね、その街中での少女たちというかそういう様子を描いてるんですけど。おばちゃんになってみました。ファンの皆さん幻滅しないでね。もっとねマシな服だったんです、前にフィッティングしたやつは。だけどもっともっととことんやるならやった方がいいって言って、ここを切ったり汚したり。この上にまだこれもっともっと汚すんですって。して紺色のベストを着て、上に芋じゃの破けたやつみたいなのを着て、それでなっちゃう新聞配達するんです。ホットドッグ屋さんのお父さんの子供子供がお手伝いをして、なんかやっぱり世界にはいろんな人がいるということでですね、私残りはこんなマダムな格好をしていたり、まあ、他のみんなもいろんな格好をしてたりするんでね、やっぱり世界は広いのでね、いろんな人になってっていう広い範囲でのプロモーションビデオでもあり、みんなのが一生懸命頑張って練習したダンスもあり、なんかやっぱり相変わらず手が離せないなっていう感じになってます。さて、アイリッシュ PV 撮影セッティング中、時間の空いたメンバーに番組のカメラが近づくと、イエーイ、アイドルを探せ。愛さがって言うんだよね。愛したら愛さが、私愛っていう。こいつさ、アイサガっていうの新カップルです、ね、俺男だぜ。よしよ。俺男だぜ。まあ女だよ。俺男だぜ。彼女募集中です。え、私あ、嘘です。これ友達なんで。何言ってんのよ。いつもはもうねラブラブなんですよ。でもね、時々ね、このね、この子がね、登場するの。ほら、ほら、間を裂く。間を裂く。ほら。どうしよう、こっちも可愛いな。やめて。
ヨッシーってなんでそんなに目が大きいのよ。そんなのわからないよ。さあ、わからない。そんな中、セッティングも終わり、いよいよ本番スタートとなりました。まず最初は10人揃っての振り付けの撮影から。何度かリハーサルをした後、本番へと入りました。カメラの位置を変えたり、ダンスの動きを調整したりしつつ、撮影は進んでいきます。しかしこの日、思わぬ敵がメンバーの前に立ち上がりました。そう、激しい動きに加え、照明の熱でかなり熱いんです。涼しい。あ、めっちゃ涼しい。生き返る。コンタクト乾く。あ、すごい。もうすごい、汗で冷たい、中が。気持ち悪いね。涼しいけど、すごい強い風なんで、顔に当てたいけどね、強すぎて。スタジャン重いんですわ。スタジャン重いの。重いし暑いし。暑いの。こちらがそのアイウィッシュスタジャン。アイウィッシュ、アイフィッシュは魚です。ね、辻が言ったんです。ね、違う。これで暑さ倍増。画面上では分からないところでたくさんの苦労しているんです。その後、各パートに分かれて物語部分の撮影へと入りました。これ初め歌う、あの二人のお家で、この前ですか。そうらしいです。何よ。お父さん、え、さん、はい、そうと、さん、はい、そうと。これ皆さん何やと思いますか。これ説明がないとさっぱりのことは分からないと思うんですが、これはですね、アメリカのお金持ちの女の子がですね、こう勉強しすぎてちょっと目悪くして、でなぜか花屋さんでバイトしているという設定の私は役柄なんですけど、このどうしてこの服を着てそういう役柄をしているのかもわからないんですが、オズの魔法使いから飛び出したワンシーンのようなイメージでというふうにつんくさんはおっしゃってたんで、それもよくわからないんですけど。うちの旦那です。かわいい、カゴかわいいんですよ。おいで。かんばしてもいいな。おいしいよ。ちょっとゲストさんか。ハッキーも撮ったんだけど。ハロー。君に夢中さ。ありがとう。ありがとう。もうゲストいい？ありがとうね。バイバイ。まあでもその返信。違う。ホットドッグ作ってます。またこれかわいいのね。ホットドッグ作るんだよね。サリーちゃん。ソリーちゃん。はいはい、コメント取ってんだから取ってこういう時はカットだよ。スリー、ツー、ワン、はい、もうワンテイク。面白いでしょ。もうね、いつもあんな感じなんですよ。テンションがすっごい高くて。ホットドッグの作り方はですね、パンにキャベツ入れて、ソーセージ挟んで、ケチャップこうやって塗れば出来上がり。キャベツじゃなくてレタスの間違いじゃないかしら。ライトに当ててもらっちゃう。ギャグラ、ギャグラ、ギャグラ。これ紙にこれ。すごい。よくやった、ケイ
ケイちゃん。付け役だ、付け役だ。余り役。辻田がびっくりしてる。一気に付けたって、ケイちゃん。ラスくんだよ、お前。怖いよ。いや、なんでやん。お母さん、何したあんたに。なんでこんな清楚なお姉さん殴られなもうお前しゃーないやろ、役どころであっちゅってんのおい、小道具やっちゃったマダムです。赤ちゃんは今7ヶ月なんです。ちょっと見てください、私の唇がこの可愛いプーちゃんの真っ白い毛につけてしまったわもうやばいです、言葉がちょっとマダム化してますよお金持ってるんでしょ誰にぶっかけてね生活大変なのよ毎日毎日ちょっとマダム、いいかしら、お前が来るのに犬は犬はプードルは、プーちゃんちょっと今お休み中なの。何よこの手こんなんなってるのよさっき小指立ってたぞ、こうやって今いやらしい、もう晒しとこうかな本当に嫌だわ。はい、チャプリー、ミーチャプリーステップうまい。はいはい、お疲れ様。はいはいはい、おかしいな、ええやとぼやきやなぼやき、いや、このあの3人でもおかしいけど、ここもすでにおかしいからね。なんで空手着なの？なんで血流さないの？なんで金払わへんのって話を。警官、警官、どうしよう、熱そうね。なんか警官やたら発砲しそうだよ、バカポンね。こうして PV 撮影は無事終了。 I wish という曲についてメンバーに聞いてみました。前向きな人だから、なんか本当に病院に入って入院してる人とかでもね、聞いて元気になってくれれば、いいなって。自分にとって一番辛いこととかたくさんあると思うんですけども、この曲を聴いてこう励みにしてほしいなっていうか、勇気づけられる曲にしていきたいと思うんで、ぜひそういう風に聴いてもらえたら嬉しいなと思います。人生ってなんて素晴らしいんだっていうことを思い出して元気を出してください。ぜひ聴いてください。あーこんな歌なんか、あーこんな歌なんやとか、いろいろ感想あると思いますが一生懸命心を込めて歌ってるので、ぜひ皆さんの心に届くように願っております。よろしくお願いします。愛と勇気を与えてくれる名曲、メンバーそれぞれの思いが心に響きます。